こんにちは、ワインブックスの前場です。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマはピノノワールの基礎知識です。初心者が誰でもピノノワールを楽しめるように解説をしてみたいと思います。このチャンネルの視聴者様であれば、ブドウ品種がワインに与える影響が大きいということはご存知ですよね。このブドウ品種というのは、例えばピノノワールだったりカベルネソーヴィニヨンだったり、シャルドネだったりソーヴィニヨンブラン、あの種類のことを指しています。例えばジャガイモだったら分かりやすいですよね。メークイーンとか男爵とかじゃないですか。あのイメージですよ。ピノノワールはそのブドウ品種の一つではありますけれども、ここで面白い検証を一つしてみましょう。 Google トレンドで世界の Google の検索数で検討してみたいと思います。ピノノワールとカベルネソーヴィニヨンでアルファベットで検討すると、おおむね拮抗していることが分かると思います。検索数という面では世界中でほぼ同じくらいに検索をされているということですよ。ではこれを日本に絞ってみたいと思います。カタカナで、カベルネソーヴィニヨン、ピノノワール、中に点を入れて検討してみたいと思います。するとこのように、日本でも検索数は拮抗していることがわかるかと思います。なんだ、世界と日本では検索数は変わりないじゃないかって思いましたよね。でもですね、そうは問屋が下ろさないんですよ。日本語の場合には、ピノノワール、カベルネソーヴィニヨンと、中に空白を入れないで検索する人も一定数いらっしゃいます。なので日本での検索数を検討する場合には、このようにスペースを入れないキーワードでも検討する必要が出てきます。するとですね、スペースを入れないキーワードでの検索数になってくると、これはピノノワールが圧倒的なんですね。つまり、これらを合算した数値で検討してみると、カベルネソーヴィニヨンとピノノワールではピノノワールの方が勝っているし、おそらくですね、これはどの黒ブドウの中でも、ピノノワールがトップになっているかと思います。これは何を意味するのかというと、日本人の、ワインファンの多くの方はピノノワールのことを気になっているし、ピノノワールのことを検索して調べようとしているということになります。ピノノワールが気になっている、おそらくあなたの周りのワインファンも、ピノノワール好きは多いはずです。で、そんな品種をあのワインファンよりも自分の方が知っている、これってなんとなくいいじゃないですか。今回はピノノワールを初めて飲む人がその基礎知識とどこを楽しめばいいのか、これがわかる、ここをですね、できる限りわかりやすく丁寧に解説をしてみたいと思います。はじめましての皆さん、僕はこのチャンネルの管理人です。難解なイメージのあるワインの世界をできる限りわかりやすく丁寧に解説をしています。もし気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお待ちしております。それでは今回のテーマはピノノワールの基礎知識です。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。それでは今回のテーマはピノノワールの基礎知識です。まずですね、この動画を見るにあたりまして、2つの疑問を持ちながら見ると分かりやすいと思いますので、その2つの疑問を見てみましょう。まず、疑問の1つ目が、カベルネソーヴィニヨンだったりメルローなどのブドウ品種は、他のブドウ品種とブレンドしてワインを作ることが多いのに対して、ピノノワールはピノノワール単体でワインを作ることが多いこと。ワインってブドウからできるじゃないですか。で、ブドウは農産物なんですよ。当たり前ですけれども農産物ですから、一つのブドウ品種で畑を構成してしまうと、メリットも大きいんですけれども、リスクも大きくなってしまうんですね。例えば一つの品種に絞ってしまいますと、その品種に弱い天候だったりですとか、あるいは病害虫が蔓延した場合に、そのブドウ品種が全滅ということもあり得るじゃないですか。でもですね、シャンパーニュは除きまして、世界中のほぼどの地域でもピノノワールはピノノワール単体でワインを作るんですね。これがなんでってことなんですけれども、これが一つ目の疑問になります。そして二つ目の疑問は、ピノノワールは数字上ではこれだけの人気者であるにもかかわらず、なぜか、コンビニだったりスーパーでは見かけないと思うんですよね。コンビニだったりスーパーではよく見かけるのは、カベルネソーヴィニヨンが圧倒的だと思います。人気があるのであれば、じゃんじゃん作ってじゃんじゃん売ればいいじゃないかって気にもなりますよね。で、じゃんじゃん売りたいんだったらスーパーだったりコンビニに置くのが一番だと思うんですよ。でも、これがそうではない。これがなぜかというところですよね。この2つの疑問を持ちながら動画を見ていただくと理解が深まると思います。ではここからが本題です。ピノノワールの総論を見てみましょう。ここからはですね、まずはピノノワールの総論を見た上で、カベルネソーヴィニヨンとの対比、そしてなぜピノノワールは繊細さが売りなのか、さらにワイン界の最大のテーマでありますテロワールというキーワード、ここを見てみたいと思います。ピノノワールはもともとはご存知ですよね。フランスブルゴーニュ地方のブドウ品種です。ブルゴーニュはフランスの内陸部にあるワイン産地ですよ。もともとはブルゴーニュのブドウ品種ではあったのですけれども、人気がありますから現在では世界中で栽培をされています。色合いは見た目は明るくて、香りは木いちごだったりいちごのような香りが感じられます。そして、柔らかいスパイスの風味と、非常に滑らかな渋み、なんか飲んでいてウキウキするような、そんなワインなんですよ。そんなワインですから世界中で人気がありまして、フランス以外でもドイツだったりアメリカ、オーストラリア、ニュージーランドでも多く栽培されています。
でですね、ここまで話を聞くと、ピノノワールの何が魅力なのか、何が楽しみのセンターピンなのか、ここが気になりますよね。こうなってきますと、比較をしながら話を聞いていただいた方が分かりやすいと思います。ここでは同じ人気者でありますカベルネソーヴィニヨンを引き合いに出したいと思います。カベルネソーヴィニヨンとは対照的ですから、ここでざっくりとその特徴を見てみましょう。カベルネソーヴィニヨンはパッと見で色が濃くて黒みが強くて、そして渋みが強くて飲み応えがあるんですね。おそらく多くの方が赤ワインと聞いてイメージする味わいというのは、カベルネソーヴィニヨンのワインをイメージすることが多いと思います。逆にピノノワールは色は濃くはないし、渋みはそんなに強くはないし、飲み応えという点では、カベルネソーヴィニヨンには劣ってしまいます。このように聞きますと、何度はピノノワールってダメじゃないかっていうふうに思ってみたくもなりますよね。どうせ赤ワイン飲むんだったら、色が濃くて飲み応えがあった方がいいと思う方って多いと思うんですよ。確かにですね、こういう見方をしてしまいますと、カベルネソーヴィニヨンとピノノワールではカベルネソーヴィニヨンが勝ってしまいますが、この見方だけですと、ピノノワールがあまりにもかわいそうというふうに見えなくもありません。ピノノワールは先ほども言いましたように、繊細さだったり可愛らしさが売りなんですね。なので、カベルネソーヴィニヨンのように派手さだったりですとか、あるいは飲み応えを楽しむものではないんですね。もちろんピノノワールの中には飲み応えがあったりですとか、派手なワインも多くありますよ。でですね、ここでですね、繊細さって何よっていうことになるんですね。芸術とか、商業作品とかってあるじゃないですか、ああいうのって繊細だから一般人にはなかなか良さってわからないんですよね。これ怒らないでくださいよ。例えば音楽であると、繊細で静かな音楽よりも派手で聞きやすい音楽の方が一般的には売れるじゃないですか。派手でキャッチーな方が、数字的にはメジャーになりやすいんですよ。これですね、本当に申し訳ないと思うんですけれども、学生時代にモテた人を思い浮かべてみたとしても、これも案外同じだと思うんですね。見た目が良くて勉強ができてスポーツもできて、明るくて性格がいい、こういう人がモテたと思います。で、思い返しますと、何お前ってありますけれども、でですね、内に秘めたものを持った繊細な人って、決してモテなかったと思うんですよ。少なくとも分かりやすい人の方がモテたというのは、これはあるかもしれないですよね。繊細さに関しましては、ある程度深くを知らないと味わえないものだし、パッと見地味に映るところもありますから、商業的には不利なことも多いんですね。でも不思議ですよね。ピノノワールって繊細であるにもかかわらず人気者じゃないですか。これがなんでってことなんですよね。これを知るには一つのキーワードを知る必要があります。それがテロワールです。テロワールは現在のワイン界であったとしても、最大のテーマの一つでもあります。テロワールはご存知の方も多いと思いますけれども、ブドウを栽培する環境の騒音のことを指しています。畑の位置だったり、畑の向きだったり傾斜、それから、標高だったりですとか風向きだったりですとか、そのあたりの環境の騒音のことですよね。また、土壌に関しましても、表土といって浅いところもあれば深いところもあるじゃないですか。あのあたりをイメージしてください。現在のワイン界では、良いワインというのはテロワールを反映するという見方が強いです。つまり、畑の環境をうまくワインに反映できているワインの方がいいワインだということですよね。もちろんですね、すべてのワインにこんな贅沢なことは言っていられません。なので、これに関しましてはまた別の機会にしっかりと動画で解説をしてみたいと思います。でですね、このテロワールという目で、ピノノワールを見てみると、この繊細さがメリットに移ることになるんですね。繊細である分、畑の環境を反映されやすい。繊細である分、その違いがわかりやすいということになります。例えばこれがカベルネソーヴィニヨンになりますと、色は濃いし渋いし飲み応えがありますし、ある程度畑を選ばないでも、結構よく育つんですね。こうなってくると環境の違いが反映されづらいし、その違いって味わってもなかなか分かりづらいということになってしまいますよね。どれも渋いし濃いし、味わいは渋くて美味しいんだけれども、畑の環境までは分かりにくい、こういうところではないでしょうか。逆に、これがピノノワールということになりますと、繊細ですから、畑の微妙な違いもワインに反映されやすいし、濃くはないし派手でもないから、この違いがワインごとに分かりやすいということになります。だから、テロワールというフィルターでピノノワールを見てみると、良さが分かりやすいということになります。では、ここまでで、ピノノワールは可愛らしくて繊細で、そして畑の環境をワインに表しやすいブドウ品種なんだ。ここまでが分かったかと思います。じゃあですね、これまでをもとに2つの疑問を検討してみたいと思います。1つ目が、なぜピノノワールは他の品種と違ってブレンドしたいのかでしたよね。もうですね、これはここまで見ただけで、お分かりの方は多いと思います。テロワールというフィルターで見るから、だからピノノワールは価値を持つということになりますよね。となってくると、他の品種とブレンドしてしまったらどうでしょうか。その、個々のワインの違いというのは、テロワールの違いなのか、それともブドウ品種の違いなのか、これが分からなくなってしまいますよね。こうなってくると、ピノノワールの良さを発揮しきれていないワインということになってしまいますから、決して高い評価を得ることはないということになってしまいます。だから、ピノノワールは単一でワイン作りがされるということになります。そして、もう一つの疑問が、なぜピノノワールはこれだけ人気であるにもかかわらず、コンビニだったりスーパーでは見かけないのか、でしたよね。
これももうお分かりですよね。コンビニやスーパーで繊細さが売りのワインを売ってもウケないですよ。あなたのお近くのコンビニに行ったとしてもよく分かると思うんですけれども、繊細さを売りにしたものを、売り出してるかというとそうじゃないですよね。分かりやすくて需要があって、そして手っ取り早く解決ができる、こういうものを置いてあると思います。で、これとピノノワールを考えた場合にいかに折り合いが悪いのかって分かると思うんですよ。またですね、もう少し深掘りをしますと、ピノノワールは育つ環境を選ぶ品種でもあります。まあ繊細ですから、それだけ育つ環境を選ぶというところではないでしょうか。こうなりますと、栽培には気を使うことになりますし、手間もかかるということになりますから、どうしても人の手がかかって、ボトル1本の単価は上がるということになってしまいます。だからどうしてもピノノワールの良さを楽しもうと思った場合には、日本円で3000円はどうしてもかかってしまいます。こうなってくると、コンビニだったりスーパーには並びづらい価格帯になってしまうということですよね。もしあなたがこの動画を見ていただいて、ピノノワールを飲んでみたい、繊細さ、可愛らしさを楽しんでみたい、こう思った場合には、スーパーだったりコンビニではなくて、お近くのこだわりのワインショップを訪ねてみましょう。おそらくですね、カベルネソーヴィニヨンと同じくらいのボリュームでピノノワールを扱っているはずです。じっくりと可愛らしい果実味と酸味、滑らかな渋み、いちごやキイチゴのウキウキするような香り、これを楽しんでみてはいかがでしょうか。最初からですね、何も5000円も1万円もするようなワインを楽しむ必要はありません。低価格帯であったとしても十分にピノノワールの魅力は伝わるはずです。ですけれどもですね、1000円台2000円台ではなかなかその魅力は発揮しづらいブドウ品種でもありますから、例えば3000円台くらいの AC ブルゴーニュだったり、あるいはアメリカだったりオーストラリアのピノノワール、ニュージーランドのピノノワールも美味しいですよ。まずはこのあたりから店員さんに相談をして楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。今回はピノノワールの基礎知識でした。では今回の動画をおさらいして終わりにしましょう。まず、もともとはピノノワールはフランスブルゴーニュ地方のブドウ品種で、派手ではないけれども、繊細で可愛らしいワインになる、こういうブドウ品種です。飲んでいて楽しくなるような味わいと、いちごやキイチゴの風味が特徴的なワインです。そしてカベルネソーヴィニヨンに比べると色合いは明るいし地味に映るかもしれないけれども、テロワールというフィルターで見てみると俄然価値を発揮するブドウ品種であること、コンビニやスーパーではあまり見かけないけれどもこだわりのワインショップでは逆に多く見かけるブドウ品種であること、このあたりがお分かりになったかと思います。つまりですね、本当の意味での初心者向けのブドウ品種ではないけれども、だからこそ一回ハマると熱狂的なファンになりやすいブドウ品種でもあるということですよね。ブルゴーニュワインオタクのことをブルオタって言うんですよ。で、ブルオタの皆さんはピノノワールが大好きなんですね。ここまで見てくださったあなたはもうブルオタに片足を踏み込んでいるかもしれないかもわからないです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。